陛下さんと久米に来ました。社長です。どうもありがとうございます。わざわざ新潟からですかね今日は。いや、ミフロボットに会いに来ました。まあ、サボったわけですよ、移動することを。雨の中、暑いし飯食うごときで移動してられるかってことで、Uber Eats頼みました。今日僕京セラドーム行ってフライドチキン、ケンタッキーフライドチキン食べられるのにですよ。はい、食べられるのにですよ。私は、今 Uber Eats でケンタッキーフライドチキンを頼んだわけですよ。じゃあ皆さんで美味しくいただきましょう。まあ、ドリンクはなしですよ。ただ移動したくないだけだから。ドリンクは移動しなくても水というのが、このウォーターサーバーがあるじゃないですか、ここにね。ね、だから頼まない。ほんと贅沢の極み。あー、おいしい。あー、これで今日京セラドームであれやば、あのケンタッキーフライドチキン食べるんですもん。野球に集中できる。野球とビールに集中できると思うんですよ、これで。野球行った時ってなぜかビール飲みとならへん、うん、なる甲子園に。あ、甲子園になる、うん、僕野球に行った時。あ、僕昔ね、うん、日生球場、今森宮球相撲のとこね、日生球場で高校野球の予選やっててんや、うん、予選見に行って、うん、もうクソ暑いのよ。一番前陣取って炎天下の中負けて泣いてるさ、あの高校生を目の前にして冷たいビール飲んで、あーお前らようやった、いやーやって、いやーほんま大丈夫、これからの人生役立つよ、今日の戦いはって言ってめっちゃ笑いながらビール飲むっていうのやってた。その高校生が打ち上げでビール飲んでるかもしれないですね。そうだ ね、 ね、俺の後ろにね、あの彼女がおって、その後ホテル行ってるかもしれんからね。そうです ね、 ね、はい、まあそんなもんです。お顔出て大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。工事聖火さんと久米に来ました。あ、社長です。どうもありがとうございます。わざわざ新潟からですかね今日は。いや、ミフロボットに会いに来ました。ありがとうございます。チャーシューがすごいですね、これ、うん、すごいですね。チャーシューすごいですね、うん、これが初めて私は冷麺冷やしラーメン食べます。いただきます。おお、すごい、確かにボリューミー、ね、甘酢系ですかね、スパイですか。いや、全然、美味しい、うんうんうん、あ、美味しい、うん、このチャーシューがすごいですね。柔らかいですね。おお、甘い、うんうん、ぴったりやな、うん、回してみても、これで前にはやっぱりダブつくんだな、後ろが引っ張られるからな。ほうほうほう、前にがちょっとこう寄ってくる、後ろに。標準のツエルっていうのは結構やっぱみんなこの厚み、胸板の厚みっていうのがそこまでないから、大ちゃんの場合は前に寄ってくる、前に寄ってくる、筋肉量がほとんどここにここまである人も想定してないの。そうですね。だけどそれ以外のバランスがもう、そうですね、これモンスターオンスっていうのは、そのモンスターっていうのはどなたが名付けたんですか。あ、やっぱりそうですか。それはあれですよね、厚みとか強度とか全てをとって。そうですね、結局そのあのボクシングの井上なんとかさん、はいはいはい、モンスターモンスターって言われてて、はい、うん、なんかあの人最強やし、はいはいはい、ああいうぐらい最強のモンスターを作ろうかなと思って。なるほどなるほど。ちょっとしたパーカーぐらいの、あ、パーカーよりもですよね。ユニクロとかよりも全然、どれ、そんなの、お、分厚い、
分厚いし、ちょっとその作り方にめちゃめちゃちょっと特徴があって、うん、はいはいはい、やっぱその麻のリネンという素材をそのままそのなんていうかな、天竺編みっていうその組織にすると、はい、こう曲がってくるんですよ。うん、曲がってくる、はい、まあ、言ったら変形しても型崩れしていく、はいはいはい、そこのうちはちょっとその止めれるノウハウを持ってて、うん、でそれをさらに面の糸たちも一緒に編むことでさらに補強して、うん、でも見えてるとこは全部リネンなんで、はいはい、リネンっていうその素材感が好きでリネンをコーディネートに入れたいっていう人にとっては、うん、その今までは切れば切るほど変形してくるってことが問題で、うんうんうん、リネンをだんだん洗って何回着てもずっと同じコンディションで楽しめますよ、うんうんうん、なるほどなるほど。もともとリネンっていうのはかなり型崩れしやすい素材なんですね。当たり前とされ業界的には当たり前とされているところを止めますよ。はあ、それはその天竺編みによってこう裏地がしっかりしてるっていうところ。天竺が一番曲がりやすいやつ。あ、曲がりやすい。天竺でありながらリネンを止めることができるっていうのは我々の糸作りの技術で、はあ、天竺をコントロールできるんですよっていうところが、なるほどなるほど、まあ、その丈夫さというか長持ちするっていうところの一つの意味にあって、うんうんうん、だからそのモンスターってただ厚みのこと言うんじゃなくて、そういうその我々が集積してきた技術によって、うん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 、要はそのめっちゃ頑丈でかつ長期間の使用に耐えるよっていうものを作りましたよってので、うんうんうん、ただ分厚いってだけだったら結構あるんですよ。うん、太い糸でただ雨が風もなくなる。確かに確かに。そうじゃなくてめっちゃ強い、うん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 、そこはそのただ強いっていうのも引っ張って強いと、うん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 、そういう強さだけじゃなくて、ただ着て脱いで、なんていうか、洗濯してっていう日常の仕様で、ちょっとずつその劣化していく部分っていうのも、我々の技術で、そこをめちゃめちゃロングスパンにします。モンスターってつけてるから、言葉の響きで結構、そのいかつさみたいなのがあるんやけど、現実的にはもっとその生活感がある。はいはいはい、うん、生活感モンスター、うんうん、まあ、その辺はでもちょっとそれと今動画見てたのはちょっと話が違うので、やっぱりその体型がモンスターの人、はいはいはい、なるほど、にはちょっとそのそこデザイン的にフォローしてるわけじゃないんです、うん、体型がごっつい人にもっと着やすいものを作るっていうのは別のテーマで我々あって、ほんまにやっぱラガーマンの人どうでもいいんで、その人ら向けのものっていうのはちょっと今考えてるんですよ。だから今すげえ参考になる。なるほど。あ、いつでもあのモデルになりに行きますんで。やっぱちょっとやっぱ丈長い。うん、そうですね。はい、全然プリントして。じゃあ何ですか。え、なになに、大ちゃんどれ買うん。これ。あ、これ。はい、針の柄。針の柄。可愛い。可愛いね。はい、確かに。サイズあった？あの後日送ってもらえるんで。おお、はい、なるほど。普通に買い物しちゃったな。普通に買い物しちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。ここ靴下もらって。靴下。そう、靴下。靴下も可愛いですよ。自分スニーカーソックス持ってないんで。ああ。うん。可愛い色。うん。黒と青の。うん、おう、小坂です。どうですか、何もないでしょう。大正大が見えてるし、旧コミュニティホテルが駅から見える。さて今日は小坂からお出かけ、近鉄バスを左に見て、今日はねちょっとお呼ばれしちゃいましてね。お呼ばれね、呼ばれてます。どこへかというと野球へ。待ち合わせ場所、イオンの1
館の南入り口で集合なんだよ。雨も結構止んでるしな。楽勝や。さっきなんか食べるの見とくかな。